ガリチントンネルは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州ガリチンにあり、かつては、ペンシルベニア州西部のアレゲイニー23脈を超える、ペンシルバニア鉄道のトンネルであった。トンネルの所有権は、その後ペンシルバニア鉄道から、ペンセントラル鉄道、コンレール、そして現時点での所有者である、ノーォークサザン鉄道へと順次移管されてきた。トンネルのすぐ東側には、有名なホースシューカーブがある。 山脈を抜ける三本のトンネルのうち真ん中にある最初のトンネルはペンシルバニア鉄道により1851年に着工され1854年に開通した当初はサミットトンネルと命名され全長3612フィート標高2167フィートあり今日ではアレゲーニートンネルと呼ばれている二本目のトンネルは 三本のトンネルで最も南側にあり、ペンシルベニア州により、ニューポーテージ鉄道の一環として1852年から1855年にかけて建設された。1857年に、ペンシルバニア鉄道がニューポーテージ鉄道をペンシルベニア州から買収し、アレゲーニートンネルの名をニューポーテージ鉄道のトンネルの代わりに自社のサミットトンネルに対して割り当てることになった。 ニューボーテットンネルは、ペンシルバニア鉄道による、買収後まもなく使用停止となり、1890年代に、伏線に拡張されて、使用再開され、東行きの列車を主に通すようになった。3番目のトンネルは最も北側にあり、アレゲーニートンネルのすぐ北側に位置しており、1902年に着工され1904年に開通し、ガリチントンネルとして知られている。 1993年から1995年まで、コンレールはペンシルベニア州の支援を得て、アレゲーニートンネルとニューポーテッジトンネルに大規模な改良工事を行い、ダブルスタックカーがトンネルを通れるようにした。ニューポーテッジトンネルは1993年に東域用に割り当てられ、アレゲーニートンネルが1854年当初の断面から、 ダブルスタックカーの通れる伏線トンネルに拡大されて、双方向に割り当てられた。アレゲーニートンネルの工事が1995年9月に完成した後、改良工事の対象とならなかったガリチントンネルは運用を終了した。ありがとうございます。